たちの意志をつなぐためにも今は攻撃を敢行するべきです。またその話ですか。我が魔族と人間は共生できないということをお母さんもよく知っているはずです。なのにどうして。そんな甘い態度で魔王だと。もう我慢できません。お母さんが動かないなら私が直接動きます。次期の王アスモデウス・ルシファーが。でもないことを言わないでください。エムリエル、増えた魔物をどう退治するかという話をしているところですよ。とにかく周辺国に被害が広がらないように、私たちは急激に増えた原因を調べてから排除するべきです。ずっと冒険家を雇うわけにはいきませんから。
リコ、初めて見る能力を持っているな。面白い。果たしてその威力がどのくらいか試してみようか。私の拳を受け止めたのか。すごいな、すごい。さあ、もっと受け止めてみろ、もっと。少しでも油断した途端、お前の体はバラバラに裂かれてケルベロスの餌になるのだ。気づいたのか。そう、崇拝したまえ、光栄だと思え。私こそ魔界の真の統治者、次期魔王アスモデウス・ルシファーである。そんなこと、ただの冒険家であるお前にわかるはずだな。さっさと腕に力を入れるんだ。あっけなく死んでしまうぞ。私登場。まだ死なずにいるとは、大した防御力だ。ここまで丈夫なヒューマンは本当に久しぶりだ。だが逃げてばかりでは楽しめないな。珍しい能力を持っているにもかかわらずこの程度だなんて、それこそ豚に真珠だな。防御しかできなかったやつが見栄を張るとは。今日が覚めた、もう終わりにしよう。
結局逃げてしまうのか。しかももう遅い。すべて燃えて飲み込まれろ。理解能力も落ちているのか。何を企んでいるかと聞いている。嘘つくな。こんなご馳走を監獄の捕虜に与えるわけがない。囚人がいないということはそういうわけか。ここに何の毒を入れているんだ。やっぱりそういうわけか。
こまで何を出した？
ては絶対に変わらない。Thank you.
ぜですか？おじさんには魔王も倒せる力があるじゃないですか。戦ったらいけないんですか？
夜の女帝が言ったように私の視野が狭かったと思う。そしてその結果、お前らの人間種と我が魔族は深い対話が必要だということが分かった。私登場。それはお前ら人間の常識じゃん。私は魔王アスモデウス・ルシファー。さっきの屈辱はお前が土下座しても許さない。止まれって言ったよな。やっと捕まえた。もう逃げる場所もない。だからさっさと魔王の一撃を食らえ。確かにこれは
私はこの辺で魔界に戻るわ。お母さんに謝りもしないといけないし、私の部下らにも話さないといけないから。私の話はもう信じられないよ。だったらロレの女帝に行ってあの刻印をまたかけてみたら。
それか。いや、やっぱりやめる。なんでもない。笑わないならいいの。